はい、こんにちは、RPG級です。今回ですね、ボードゲームニュース2020年4月28日版をお届けしたいというふうに思います。ただ今回ですね、ゲームマーケットのね、途中ということがあったので、ダイジェストということで国内編だけね、お届けしたいというふうに思います。まずはこちらからご覧ください。一つ目こちらですね。まあもうご存知の方もね、多いと思いますけど、これびっくりいたしましたね。株式会社角川はですね、株式会社アークライトを子会社化しますよと、こういうアナウンスが流れてきました。これも本当に4月の26日ゴールデンウィーク直前の夕方頃ということですね。まあこれ驚きでございますよね。まあいわゆるですね、角川さんね、様々な IP やなんかを持っているわけですけども、それのボードゲーム化ということの一環だと思いますが、アークライトさんが子会化されて角川グループに入ると、まあこういうことでございました。いやーこれ本当の驚きですね。まあこれからのですね、まあ動きやなんかがね、非常に気になるところですね。最近だとね、ここのニュースの中にも書かれてますけど、ダンジョン飯とかはね、もうそもそも角川さんの IP なんですね。まあこういったところのですね、これからの協力っていうのも進んでくると思いますし、ゲームマーケットでじゃあ角川参加になっちゃうのとかね、思っちゃいますよね。まあこうしたところもですね、この後のね、展開が楽しみになろうかなというふうに思いますね。で、お次こちらですね。これまたびっくりしましたね。ハーベストバレーさんですね。ハーベストバレーさんね、先週もお届けしたような気がしますけども、第3弾ということで、新作ですということを発表されました。もうこのアートワークだけでね、もう私とかドストライクなわけなんですけども、帝和宝泉ですね。おかずブランドさんですね。まあ、林さんですね。横浜新商店のおかずさんとですね、もうアートワークね、見てもらったらわかりますけども、パッケージラストは機動戦士ガンダムザ・オリジンのですね、安彦さんですね。この方の方がパッケージラストデザインを書いていただきました。ゲームの方がこのね、6月の10日からキックスターターでファンディングで始まりますよということがですね、アナウンスされました。いやーまあね、大注目でしょ。おかずさんのね、このビッグゲームもね、楽しみですし、このアートワークを見てね、刺さる人多いんじゃないかなというふうに思いますんでね、まあ、6月の10日からの方からですね、キックスターターのファンディングが始まるということなんですね。これからどんどん情報が出てくると思いますんでね、要チェックではないかなというふうに思います。さあ、お次こちらですね。この辺からですね、ゲームマーケットのところね、私がね、ちょっとね、入手した情報をですね、ピックアップしながらお届けしたいというふうに思います。まず一つ目こちらですね、ワームスパンですね。これ、アークライトさんの方がですね、日本語版の方を発表されました。いわゆるウィングスパンの架空版ということですね。ウィングスパンね、現実に鳥だったんですけども、あれを全部ワームの方に置き換えて、ルールの方も一部デザインを変えて、デザイナーも変わってるんですね。いうことがあって、全体的にブラッシュアップしましたよということが出ています。というのがですね、これも日本語版が出ますということでした。いや、これね、あっちゃこっちゃで人気高いんですね。もう英語版プレイしたとね、周り結構いらっしゃるんですけども、このボードゲームギークを見てもですね、2900投票で 8.1 ということになってて、まあ人気上々ということですけども、まあこちらの方もアークライさんがやってくれるということで、日本語版が発表されました。そしてもう一つこちらですね、やっと発表しましたよということですね、デューンインペリウムアプライジングですね。こちらの方はですね、デューン砂の惑星インペリウム反乱という名前になっておりまして、日本語版が発表ということになりました。いやーこれね、まあ、電話きゃないやろうというふうに思いながらですね、こちらの方ね、待っておったわけですけども、こちらの方もですね、日本語版の方が進んでいるということでございました。まあこちらの方はね、従来の方の拡張セットがそのまま使われているのが売りなので、元々のデューンの拡張セットをお持ちの方は、その拡張セットを持ったままアップライジングの方にも使えると。もちろんね、昔の拡張セットの方をオリジナルにもね、当たり前ですけど使えるということなので、拡張セットがオリジナルにもアップライジングにも両方とも使えますよっていうところですね、非常に魅力的な作品になっていましたので、これ本当に評判がいい作品なんでね、こちらも早く出てほしいところでございますね。楽しみですね。で、まだまだありまして、もう一つこちらですね、アンコンシャスマインドですね。これもですね、昨年のスピリエさんあたりでですね、すげえかっこいいアートワークだなということで盛り上がって終わったわけですけども、こちらの方もアークライトさんの方が日本語版を発表ということになりました。こちらのですね、アンコンシャスマインド、ワーカープレスメント、エンジン構築、そして複数のロンデルっていうね、どんだけ盛り込んだんじゃっていうことになっておりますけども、それを盛り込みながらですね、120分程度で終わるということのユーロスタイルのゲームというふうになっておりました。デザイナー勢が割と新しい人が入っているので、どんな感じになるのかなっていうのは若干気になるところでありますけども、こちらですね、まあ、このアートワークといい、海外のですね、前評判といい、非常に高い作品なので、こちらの方の世界展開に合わせて日本語版が出るということが発表されていました。いやこの辺ね、なかなか気になるところでございますよね。そして今度ですね、ホビージャパンさんのですね、まあやっぱり出ましたね、クトナーホラーですね。こちらの方の日本語版が発表されました。まあね、
それはもう CGE さんのこのラインね、ある中から続きのところが、まあ、出んわけねえやろというふうに思っておったんですけども、まあ、ようやく日本語版が発表ということですね。まあ、しばらく前の方ね、この本家の CGE さんのサイトの方でもね、日本語訳が出てますよとかね、おもらしがあったんですけども、こちらの方で正式に発表ということなので、日本語版の方が待ち遠しいですね。そんなに遠くないというね、お話でやったかなというふうに思います。そしてもう一丁ですね、これも BJ 版さんですね、モアランドをですね、いわゆるディープリントをですね、まあ、環境系のね、ゲームをね、大量に出してるっていうところなんですけども、今回のモアランドのところ、これキャメルアップを作った方なんですね。非常にですね、壊れやすい生態系っていうところですね、その中で生きる動物っていうところですね、うまく管理して生かしていきましょうということで、まあ、水路を巧みに作ったり、いわゆるですね、植物を配置していきましょうという感じになってるんですね。まあ、いわゆるですね、本当に環境系のね、問題を多く取り上げるディープリントだなという感じがするんですけども、そちらの方をうまく作っていって、さまざまな生態系を作って動物たちがですね、たくさん繁栄できるようにしましょうというパズル系の配置ゲームとなっておりました。まあ、ディープブリントね、それぞれ癖があるんですけども、平均点が非常に高いゲームを出すところなので、こちらの方も楽しみじゃないかなというふうに思いますね。で、他にこちらですね、ラベンスバーガーさんですね。今回のですね、ゲームマーケット2024春はですね、ラベンスバーガーさんの方が直接ね、来られているということ、お話をですね、伺いに行きましたけども、That's not a hat ですね、めくっていったね、カードが、これは何ですよ、これが何ですよ、名前をどんどんつけていって、そしてそれがみんなの周りをぐる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 回るっていうね、本当に覚えられない不思議なですね、ファミリーゲームなんですけども、こちらの方も日本語版が出ますよということが発表されていました。いや、これね、なかなか入手しづらかったので、もうしょうがないから入手しようかという方ね、結構いらっしゃったんじゃないかなと思いますけども、こちらもですね、日本語版が出るということが発表されておりました。そしてもう一つこちらですね、こちらもラベンスバーガーさんですね、マイセリアですね、こちらもですね、秋口に日本語版が出ますよということが発表されておりました。これですね、まあ、キノコがメインなんですけどね、まあ、キノコたちがですね、出てくるですね、デッキ構築ゲームということになっているんですけども、基本はですね、よくあるですね、完全に同じカードの方から構成をスタートしていって、そちらの方をですね、どんどん入れ替えていきましょう。ただどんどん入れ替えてデッキを入れ替えると同時に自分のところのこの森ですね、ここも改良していきましょう。だからデッキを構築してオープンドラフトだと思うんですけども、こちらの方からカードを獲得しながら、それを使って自分のところですね、この森のね、森林帯の方を改善していきましょうと、まあ、こういう感じの今風なゲームというふうになっておりました。いや、なかなかですね、ラベンスバーガーさんもね、直接日本の方の市場に入ってきてもらえるということになれば、じゃんじゃんラベンスバーガー系のね、なかなか流通が薄かったところがありますんで、こちらの方も入ってくるんじゃないかなというふうに思ったりいたしますね。実はですね、会場の方にはこっそりですね、展示してるやつがちょっとまだまだあるというふうにですね、お話はチラチラと聞いてたんですけども、この土曜日私の方がですね、ちょっと取材が間に合わなかったので、明日以降のですね、ライブその他の方ですね、続報をね、お届けできればなというふうに思います。はい、というわけですね、ボードゲームニュース2020年4月28日版をお届けいたしました。今週ちょっとね、短いね、ダイジェスト版でね、申し訳なかったんですけども、それでもですね、ホビージャパンさんとアクラさんね、まあ結構出しましたよねっていうこともありますし、ハーベストバレさんね、まあおかずさんかけるこの安彦さんってびっくりだろうみたいなね、玉をね、出てきてますんでね、まあこれからも楽しみでございますね。明日以降のところもですね、ゲームマーケットの2日目合わせてですね、続報のニュースが入り次第またお届けしたいなというふうに思います。というわけで、ボードゲームニュースでした。ザグミチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。